ネット戦略に強いって書いてる割に返ってくる回答がネット戦略に弱そうなな人の回答ばっかなんですね,ますねもうちょっとちゃんとネット戦略の強さをアピールしてくれないとそれこそ今安藤さんがおっしゃった通おり正直僕らはもう売れるか売れないか、まま、マーケーがうまくいくかどうかになってきてる、はい、少なくとも僕はだからそのネット戦略に強いを信じられるかどうかなんですね今もう僕の中ではああはいここ3年ぐらいでアルゴリズムがガラッと変わって s e o が簡単に発揮できなくなったことはご存知ですかえっと あの簡単なベースの SEO しか実際はやってませんのであのそういった複雑なことはちょっとできません、はい、と複雑とかではなくもなんかさ志願者に何を求めてるの自分と同じだけの自分が持ってる知識を持ってなかったら下に見るわけいやそういういいわけじゃないで,すよでもさあなたの志願者に対する質問って全部それなんだよね いやもうネットに強いっておっしゃってるんでその強さを知りたいだけです僕はなんかさ僕ににはそういういう聞こえるんだよね自分はさあ,あなたの本業だからこういうことって当たり前だよね知ってることはでこれ知ってますかあれ知ってますかって言ってどん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 その志願者の人たちがそれの知識がなかったり。 するとそこのところで攻めていくばっかりでそれで何が生まれてくるんだろうと思い僕が聞いてることって全然難しくないこと聞いてる、ね、多分いや、まあ、あなたにとっては難しくないことかも分かんないけどいいある人にとってはやっぱ難しいよねただネット戦略に強いっていうのであったら必ず回答してほしい言葉なんですよまあそれはあの少なくとも末広さんが ネット戦略に強いと言ってしまったことがいけないかもしれないけれどもでもその言葉だけを取ってネット戦略つが強いっていうんだったらこのぐらいのこと知ってなきゃおかしいよねって言ってあなたの言葉でぶわっと言ってくるのっておかしくない,いや僕はこれに関してはおかしいとは思わないです例えば塾で行ったら三大予備校どこですかに回答しできない人が僕は受験業界に強いですって言ったらいや,いやそれはおかしの例え話はちょっと違うだろう。いやでも本当にそののレベルの話をしてるんで 全然帰ってこないんで、このままだと、もうマーケティング能力が低いと断定せざるを得ないんで、これは知ってますかあれは知ってますあ、じゃあここには、ここは知ってた。たまたまこっちは知らなかったんだねっていうのを探したいだけなんですね。今たまたま全部が知らないで入ってきちゃってるから、いじめてるように見えるかもしれないんですけど、いじめたいんじゃなくて、あ、これは知ってるんだっていうのが、一個でもいいから欲しかったわけです。本当に僕が聞いてることって、初歩の初歩の、本当、SEO 対策始めました。教科書開きました。で、そうしたらもう一日目で学べるようなことしか僕は聞いてないです。 そうなんですか僕もよくわからないのでそれについて「あそうなんですね」とも言えないんですけど<で>同じだけの知識を持ってるという中で会話が進むとそれはやっぱりいじめてるよよううに聞こえちゃうんですよ、うん、基本的に青さんの質問って全部それに集約されてるんでいつもネット戦略に。うん、うん でもうその担当っていうふうに僕決めてるわけじゃないのねあなたのこと。はい、とらっていろんな側面から質問して人間性であったりとかいろんなことをやるべきことなのにまるであたかもあなたがその担当のようにそこばっかりばーッ突っ込んできて難しい言葉を使って俺何回も言ってるよねいや年齢の高い人ってこの言葉知らない人多いよってそれでもあなたはそれ全然何回も言っても 同じことの繰り返しでそれを浴びせてきてもしかしたら彼女はそのこあなたの言ってる言葉を本当は理解できてないかもわかんないじゃないですか、うん、そういうことって考えないんですか考えてますよただネット戦略が強い,いて考えてるんだったらもう少し英語じゃなくて日本語で喋ってもいいじゃん だからネット戦略が強いのであれば、そうやい,い,いや、だからそこでネット戦略が強いんであればって言っちゃったら、もうおしまいだと、この話は。通販の仕事をするんですよ。ネット通販強くなでネット通販が強いから集客、通販がうまくいくと思いますい,いや、だから、これから強くしてあげたっていいじゃん。だそ,そなんでそれが絶対強くないといけないんだよ。そこが強みだって書いてるからです。そこが強みだって書いてあるんで、だったら、この、そこの処方は分かって言っていただかないと、 そうかもしれないけどそう思ってるのは5人の中であなただけかもしれないじゃんだから僕は別に5人,5人で空気を読み合ってやるのではなくていいなですもちろんこう向き合いたいからこそ、うん、でもねでもねその中でこのことだけに対して突っ込んでガーッと責められたらもう彼女は何かで言葉を返さなきゃいけないから一生懸命だと思いますよそれに。うん、でも そればっっかかりじゃなくなくいですかビジネスって僕気持ちとかももちろん大事ですよ。僕気持ちで出したこともたくさんありますよ。うん、それがないとは言ってないよ。別にそういうふうにネット集客が強いかどうかしか見てないそういう知識マウントを取ってるだけっていうふうに言われるのは僕はちょっと違うかなと思います。僕はでもちゃんと違う人と向き合ってやってますで出したいからこそ聞きたいことを聞いてますそれが知識マウントのに見えたのは申し訳ないですし誤解を与えてしまったのは申し訳ないですただ僕はちゃんと向き合ってやってるだけにすぎないです。 そこはご理解いいたただきたいですこれぶっちゃけどう,どうなん、ですか、うん、食べ物の部分とマーケの部分で、まあ、マーケの方に今回比重が寄っちゃってて、まあ、正直私もその部分分からないので、分からないからまあ判断しようがないっていう状況になっちゃうわけです、全体としては。なので、それのもうちょっと違う質問を聞きたいなと思ったとしても、まあ、すみませんあの、聞く雰囲気ではないなっていう状況には僕が言いたいのはそのことなんですよ。あなたのそのそ質問によって この場の場空気は変わるんですで僕いつも志願者の味方をするつもりないんですよ。だけどそういうムードになってしまった時に全体で誰か他の虎がまあまあまあそれは別としてって言って切り替えることって結構難しかったりするんですよ。あえててて言わせてもらうよここの場所って テストやってる場所じゃないんだから、あなたはそれに対して答えれるか答えられないで自分で判断するって言うけども、令和の,のタイガー・ワンディングってそういう場所だけじゃないんだってば。うん。そのテストに合格できれば金出すっていう場所ではないと思うよ、俺は。そのテストっていうのは。でも君はいつもテストやってんだよ、質問で。うん。それは志願者がかわいそうだと思うんだよ、俺いつも。じゃあ他の社長は、毎回毎回テストしてますかたまにはするよ。 林さんがじゃあこれは正解はどうでしょうっていうことあるよだけどそれって正解が出なくたってちゃんと林さんは自分で答えて本当はこういう答えで出してくれたら嬉しかったなとかっていう話になるわけじゃないですかそれでバカなごむわけじゃないですかあなたって詰めて詰めて詰めて答えられなかったらこのことに対してこう言ってるのに答えられないってのはあとたらダメだよねっていうふうにしか持ってかないんだよ場をうん分かりましたじゃあ改善していきますすいませんすみませんちょっと熱くなりましたじゃあ青さん はい、すいません。僕はナスシングで。まあちょっと流れとかで、ごめんなさい、100万とか置くべきかもしれないんですけれども、やはり、まあ自分には自分のポリシーがあって、えっ、ー、と、ポリシーが、まあ売るものが良いと確信できるか、売れ、売り方が良いと確信できるか、なんですけれども、まあちょっと今回僕は売り方の方を深掘って確信できなかった。で、売るものに関してはちょっと僕,僕のせいでもあるんですけど、聞ききれなかったので、そこもあって、ちょっと僕は今回投資判断はできなかったなという形です。はい、では島野さん。はい。